朝鮮半島における国連軍は1950年に勃発した朝鮮戦争において組織された多国籍軍である。2020年現在も活動中であり、日本の横田飛行場に広報司令部を置く。朝鮮国連軍と呼ばれることもある。1950年6月25日、朝鮮民主主義人民共和国が大韓民国に侵攻し、 朝鮮戦争が勃発した。国際連合安全保障理事会は、ソビエト連邦が欠席しているため、アメリカ合衆国が主導し、6月25日の国際連合安全保障理事会決議80人にて、北朝鮮の武力攻撃を非難し、韓国への援助を求めた。アメリカは、韓国政府からの要請を受けて6月27日に軍事介入を決断しており、 アンポリも6月27日の国際連合安全保障理事会決議83にて軍事援助を認めている。7月7日国際連合安全保障理事会決議84において北朝鮮に対抗するためにアメリカが指揮を取る多国籍軍の編成を要請した。多国籍軍についてはアメリカ軍の司令官が指揮を取り参加各国の国旗とともに 国際連合の旗を使用する権限が与えられている。この軍は国際連合憲章第7章に基づくアンポリが指揮する国連軍ではないが国際連合の決議に基づきその名称使用が認められている。7月8日にハリー・エストルーマン大統領はダグラス・マッカーサーを国連軍司令官に任命した。国連軍にはイギリス、トルコ、フランス、ベルギー、 カナダなど16カ国が参加し、国連非加盟であった大韓民国は、1950年7月15日の大田協定により、作戦指揮権を国連軍に委ねている。7月30日、国連安保理は、国際連合安全保障理事会決議85を可決して、マッカーサーを司令官とする国連軍を承認した。1953年7月の朝鮮、 戦争休戦協定は当時国連軍司令官だったマーク・ダブクラークも署名し、国連軍が当事者となっており、以後も組織は存続している。このうち、アメリカ軍と韓国軍については、1978年11月に、米韓連合司令部が設置され、連合部隊として指揮される。なお、作戦指揮権は、1954年に、 作戦統制権に名称が変更されている。国連軍司令官と、米韓連合軍司令官は兼職であり、アメリカ軍人がその地位にある。ただし、国連軍司令官は、急戦協定の維持が責務であり、統合参謀本部の霊下にあり、参加各国軍の指揮を行うのに対し、米韓連合軍司令官は、米韓の合同組織である、軍人委員会の霊下にあり、 韓国防衛が責務で、米韓連合軍の指揮を取るとの際がある。結成当時、アメリカやイギリスなどの連合国軍の占領下にあった、日本はこの国連軍に参加してはいないが、設置時の司令部は、当時日本の占領を指揮していた、連合国軍最高司令官総司令部の本拠地があった東京にあり、1951年に、吉田・アチソン公館公文が交わされ、 占領を出した後の1954年に日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が締結されたことに基づき国内に国連軍施設が設置されている。1957年に司令部が韓国に移転した後も広報司令部がキャンプザマに置かれこれは2007年に横田基地に移転している。2018年1月16日に 北朝鮮情勢を受けてアメリカが朝鮮戦争当時の国連軍派遣国に呼びかけてカナダで開催された外相会合でも日本は関係国として招待されて出席している国連軍のエチオピア兵国連軍のルクセンブルク兵1953年7月27日の休戦時点で国連軍の総兵力は93万2964人であり 参加国別の兵力は以下の通り、1953年7月27日の朝鮮、戦争休戦協定の発行を受けて、日本は1954年2月19日にアメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド、イギリス、南アフリカ連邦、オーストラリア、フィリピンの7カ国と署名を交わし、日本国における 国際連合の軍隊の地位に関する協定を結んでいる。同年4月12日にフランスと同年5月19日にイタリアと追加署名を交わし、同協定は同年6月11日に発行している。後に太陽国とトルコが協定に加わり11カ国となる。この協定をめぐる交渉の中でイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国に対して 在日米軍と同様に裁判権を放棄する密約がなされていたことが後に明らかになった。1957年7月、同協定に基づきアメリカ太平洋軍第8軍司令部令下の在日米陸軍国連軍第8軍広報司令部としてキャンプザマに広報司令部が設置され、1959年3月第8軍広報司令部の役割を解除されて、 在日米陸軍、国連軍広報司令部となり、2007年11月1日、横田飛行場に移転した。司令部には、司令部要員として4名が常駐しているほか、各国大使館に駐在部官の兼務を含めて23人の連絡症候団が常駐。3から4ヶ月に1回程度の頻度で、情報交換のための非公式会合を行っている。 同協定第24条によれば、国連軍広報司令部は、朝鮮半島から国連軍が撤退するまで有効で、国連軍撤退が完了した後90日以内に、日本から撤退しなければならない。2014年1月現在、国連軍に認められた広報司令部の構成国は、米国、英国、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、タイ、イタリア、 カナダ、トルコの10カ国である。2019年7月の国連軍合同会議で、国連軍と日本政府の間で、日本における国連軍にかかる事件、事故発生時における通報手続きが合意された。在日米軍基地のうち、ザマと横田を含めた次の7カ所が協定に基づく国連軍施設に指定されている。キャンプザマ横須賀海軍施設佐世保海軍施設横田。 飛行場カデナ飛行場普天間飛行場ホワイトビーチ地区現在も必要に応じて国連軍参加各国が国連軍基地を使用している。国会答弁等からわかる使用実績は次の通り。その他、2014年にはフランス海軍のフリゲートカンプレリアルが沖縄の米海軍基地をはじめ日本の各地に寄港している。ありがとうございます。